今回のクエストクリアしたら、このカエルのバックアクセサリーがもらえるよーん。さあ、2023年度サマークエストのラグンパーティータイムというのがやってきておりますが、前回のクエンチクエストで一つね、ちょっとややこしそうなのがありましたので、このクリア方法をとりあえず先に紹介しようと思います。フローズンアイスクリームコーンかスパイシーアイスクリームコーンの効果を受けている間に敵を撃破する1回ということで、はい、アイスクリームを手に入れないといけないんですけど、アイスクリームはこういう冷蔵庫、冷蔵ボックスの中によく入っております。これですね。はい、フロー、敵がいる。はい、フローズンアイスクリームを食べて、その効果を受けている間に、おらー、敵を倒してください。はい、これでこのミッションクリアでーす。ということでね、アイスクリーム関係はこういうクーラーボックスにほぼほぼ確定かな。このイベント中は多分ほぼほぼ確定で入ってると思いますので、まあ普通にね探してもいいんですけど、クーラーボックスがたくさんあるこういうところとかね、あとフレンジーフィールドとかね、クーラーボックスがたくさんあるところに行ってクーラーボックスを開けて、はい、アイスクリームを食べれば簡単にクリアできると思います。はい、ということでね、さあここからは本題のラグンパーティータイムのクエストを紹介していこうと思います。まあこの宝箱を開けるクエストはもう説明するまでもないから、すいません、飛ばしちゃいますね。ということでどうしようかな、ここから行きましょうか。まずは野生動物にダメージを与える50ですね。野生動物イノシシ狼、まあクエスト的に恐竜にダメージを与えてくれっていうことだと思いますので、ジャングル内に向かいましょう。さあ、ジャングル内にやってきました。ジャングル内にはね、野生動物恐竜の卵がたくさんありますので、サウンドエフェクトをねオンにしてると、卵の近く歩いた時、ほら卵のマークが、ほらわかる、卵のマークが出てきますので、だいぶ見つけやすくなると思います。そしたらね、卵見つけたら孵化させて、あ、これ孵化させたらダメージ与えられないんじゃない、どうなんだろう。あ、孵化させたらダメっすね、ごめんごめんなさい。あ、もしかしたら野生動物蜂でもいいかもね。恐竜じゃなくて蜂でもいい可能性あるな。蜂はでも動物じゃなくて昆虫か。ちょっと蜂でやってみましょうかね。蜂にダメージを与えて、おーっと、クリアできました。野生動物、まあ昆虫だけど、一応ね蜂にダメージを与えてもクリアなるみたいですので、まあジャングル内で蜂か恐竜を見つけてね、ダメージを与えるのが一番早いんじゃないかなとは思います。最近なんか狼とか、この辺にいる狼とか、あとイノシシとか、ちょっとあんまり出現率が下がってる気がするんで、ジャングル内で見つけるのが早いかとは思います。さあ、では次のミッション、1回の街で釣り場から魚を収集する3匹ですね。1回のマッチで釣らないといけないんか。オッケーオッケーオッケー。どうしようか。じゃあ、川沿いに向かいましょうかね。オッケー。そしたらね、こんな風に川沿いとか海沿いに来れば、至るところに釣り竿とか魚がいますので、まず釣り竿を手に入れてもらって、あ、魚、あ、いたいたいた。これですね。釣り場で釣らないといけないんで、多分ここで釣らないとダメです。多分ね、こういうところでスモールフィッシュを釣ってもカウントされないんじゃないかな。あれ？カウントされてる。釣り場から魚を収集するだけど、カウントされますね。何もないところでスモールフィッシュ釣ってもカウントされますよ。クエスト的には本来ここで釣ってくれっていうクエストみたいですけど、普通に釣り場以外でね、スモールフィッシュを釣ってもカウントされますので、皆さん適当に魚を釣りまくってください。おっ、これで3匹いったんじゃないかな。もしかしてこれ手に入れないといけないのかな。手に入れたらクリアカウントされました。どうやら釣るだけじゃなくて、ちゃんと手に入れないとカウントしてくれないみたいですね。まあとにかく魚を3匹釣って、魚を手に入れてください。そしたらクリアすることができます。では次のミッション、他のプレイヤーより長く生き延びる200ということで、これの意味は、簡単ですね。100人で始まって今16位なんで、100-16、84かな、84ぐらいカウントされてますね。これもしかしたら99人で始まったのかもね。とにかく長く生き延びる、100人で始まって残り1人まで生き残ってビクロイしたら99カウントが進む感じなので、まあ、最低でも3マッチしないとクリアできません。まあこのミッションに関してはね、他のクエストをクリアしている間に自動でクリアできると思いますので、ちょっと飛ばさせてもらいます。まあ多分他のクエストをクリアしている間にクリアできるんじゃないかと思います。じゃあ次のミッション行きましょうか。複数の街で手名付けた狼かイノシシを撫でる2回ですね。わ、また出ました、複数のマッチ系、やめてくだしや。まあ、ということで狼とイノシシを見つけないといけないんですけど、なんとなく狼って雪の地帯に多くて、イノシシもしかしたらこの辺の山の中いるかな。ちょっと山の方に行ってみましょうか。最近動物がね、最近野生動物が少なくなっちゃったんで、結構見つけるの大変だと思いますけど、まあ、とにかくね、マップ上歩き回って探してください。一応ね、街から離れたところ、例えばメガシティの中には絶対イノシシ
とか出ないんで、こういう、なんだろう、街からちょっとね、離れたところでね、歩き回ってください。もうとにかく歩き回って探してください。あ、イノシシいたー！あそこみんな見えるかなー？イノシシいたー！そしたらまず、手なずける。これ、乗って手なずけるのありなんかな？待って。手なずけさせろ！ちょ。オッケー。まず、手なずけて、手なずけた状態で撫でる。あ、撫でる。あ、わかった。乗った状態で B ボタン。まあ、自分の場合はキーボードなんで B ボタンですね。皆さんは、エモートのボタンを押したら、撫でれるはずです。撫でる。撫で。かわいいね、一味。これをね、複数の街で、2回の街でやらないといけませんので、同じ街で2回やっても意味がありません。ちょっとこれめんどくさめのミッションですけど、まあ、もう1回ね、違う街で、イノシシまたは狼を探して、同じことやってください。さあ、そしたら次のミッション。これはステージ制のやつですね。野生動物に乗ってサンスーンラグーンに行く1回となっております。ただちょっとサンスーンラグーンね、あの夏祭りの会場ですね。ちょっと案違いになってるんで、次のマッチに行きますね。さあ、ということで野生動物に乗ってね、このサンスーンラグーンに行かないといけませんので、この辺りにある恐竜の卵を見つけて、恐竜に乗って向かおうと思います。お、卵もあるし、恐竜もいますね。どうしようか。まあじゃあ、卵を孵化させるとね、確定で。ちょっとごめんよ。ああいう恐竜にジャンプして乗って手なずけてもいいし、この卵を孵化させると自動的でね、自分の味方になって乗れますので、はい、この状態でサンスーンラグーンに向かいましょう。サンスーンラグーンはこの辺です。探検家のキャンプの左側ですね。オッケー、到着でーす。これでこのミッションクリアですね。このサマーイベントのところに恐竜とか、まあ、野生動物に乗ってやってくればクリアとなります。さあ、そしたらステージ2ですね。はい、焚き火を起こす。1回ということで、そしたら焚き火はね、このパラニャイスニャッスルがいる反対側のここ一番下のところにあるんで、これをつけて、OK、クリアです。ただ今ね、イベント中でね、めちゃくちゃ敵が多いと思うんで、ここの焚き火はね、使えないかもしれません。他の焚き火の場所を紹介しますね。はい、他の焚き火の場所、こんな感じです。今、伝えたのがこの辺です。はい、他にもこことか、この辺たくさん焚き火ありますので、さっきのクーラーボックスのとことかいいかもですね。この辺に焚き火ありますので、焚き火に火をつけてみてください。さあ、そしたらステージ3。火のついた焚き火の近くでエモートを使用する1回ですね。おっと、これをクリアしたら何かもらえるぞ。 OK、 木材持ってきました。まあ違う焚き火のとこ行ってもいいんですけど、木材200を持ってきて再点火しようと思います。再点火した状態でエモート踊る。 OK、 これで火のついた焚き火の近くでエモートを使用する、クリアですね。バックアクセサリーの結構いい、なんだあれ、カエルがついてんのか。結構面白いバックアクセサリーを手に入れることができました。皆さんもぜひクエスト頑張ってバックアクセサリー手に入れてください。そしたら、残りのやつやっていきましょうか。じゃあちょっと、じゃあさっきの複数の町で手なずけた狼かイノシシを撫でるやっていきましょうか。ジャングル地帯にはね、ほとんど狼、イノシシいませんので、この辺行きますね。あれからマップ中うろうろしたんですけど、恐竜以外見つけることができませんでした。マジで狼、イノシシいないなー。これ、多分、速攻氷地帯に降りて、氷地帯だったら結構狼いるんで、この辺の氷地帯をうろうろして、狼を探すのが一番いいかもしれませんね。ということで、ちょっと次の街に移動したいと思います。さあ、ということでね、氷地帯で狼さんを探しつつ、他のプレイヤーより長く生き延びるも、ついでにクリアしたいと思います。いやー、しかし、恐竜が現れててからね、イノシシと狼が少なくなりすぎて困りましたね。あれ？ここって車確定分けじゃなかったっけ？車出なくなってるし。さあ、狼さん探しましょうかー。いたー！狼だー！狼だよー。かー、乗らせてくれー。待てー、乗らせてくれー。オッケーオッケー。そしたら手なずけた状態で、ボタンを押して撫でまーす。オッケー、これでクリアですね。オッケーオッケー。ということで、これでもラグーンパーティータイムクエスト完全攻略成功です。まあ、宝箱を開けるのは勝手に宝箱、皆さん開けてください。ごめんなさい。オッケー、ということでここまでクリアしたら、前回のねクエストと合わせて、このワイルドフロンズっていう、まあ、ジャングルっぽい羽のバックアクセサリーを手に入れることができます。そしてさらにね、今回のクエストをステージ3までクリアすると、このツリージーっていう、なんだ、なかなか面白い毒ガイルみたいなカエル、いや色が変わった、変なカエルがついてるバックアクセサリーももらえますので、皆さん頑張ってクエストクリアしていきましょう。はい、ということでこの動画が少しでも役に立ったと思った方は、チャンネル登録高評価、そしてクリエイターサポートをアイテムショップの右下の方からたくまんにぜひともよろしくお願いしますね。ということで最後までご視聴ありがとうございました。